こんにちは。今日私は岐阜県は川上村夕森公園に来ております。自然がたくさんのところなので、これからウォーキングをしたいと思います。今の歩数がこちら。ここから何歩になるのか、たくさん歩いて検証していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、まず駐車場に来たら見てほしいのが、ど根性もみじといって、岩の上に生えているもみじです。樹齢100年を超えているそうです。秋になったら紅葉が綺麗ですよね。せせらぎ橋を歩いていきましょう。本当に綺麗な川が見えてきましたね。左手に行くと竜神の滝が見えてきます撮影スポットのようなので、1枚写真を撮ってもらいましょう。この小さな橋を渡って、あの赤い橋を渡ります。水がとても透き通っていて、透明度が高いです。橋がありますね。階段を頑張って渡りましょう。そこここにバンガローがあって、夏はキャンプができるようになっています。予約ができるようになると、ここは人気のキャンプ場なので、早めのご予約をおすすめします。
すごく見えにくいところに龍神神社っていうのがあって、ここから登ってくると戻りますね。ここから石をこう渡りますと龍神神社というのがあります。本当にひっそり建てられていますので、お参りをしていきましょう。青はめパネルがありますね。こちらが神社になります、神社のすぐ横が上から中心の滝を見られる絶景スポットとなっています。ここから滝に近づいていくわけですが、階段が結構急なので気をつけて渡りましょう。定員5名のこれは吊り橋があります。揺れはしませんが、たくさんの人は乗れないようです。水が触りたかったので川辺に来てみました。非常に冷たくて気持ちがいいです。戻ってきまして、これからお土産を見ます。ここには横断歩道がないので気をつけて横断してください。
鶴が売っています。桜の丸太も売っています。売約済みのものがありますね。こちらは剥製だと思います。龍神様の提灯や龍神様が飾られています。私の大好きな椎茸茶があるので一つ買っていこうと思います。山歩き用の杖が売っています。キャンプ用品を忘れたときはここでも買えるようです。はい、お土産を買いまして歩数を確認しましたら3500歩と出たので、湯森公園の滝を見て歩いて戻ってくるとだいたい3000歩ぐらいのお散歩になることが分かりました。ちょっとしたウォーキングにおすすめです。それでは次回の動画でお会いしましょう。